落語芸術協会所属の落語家。本名、渡辺正美。千葉県勝浦市出身、東京都足立区在住。1997年10月、2代目、快楽亭ブラックに入門。前座名、ブラボー。2005年8月、ブラックの立川流女名に伴い、立川団幸い門下となる。吉行と改名。 2007年7月1日に立川紀ウイ、立川段大、潜水艇金魚、立川平林、立川旦那、立川楽座と立川調べ、立川楽次とともに、立川流に詰め昇進。11月16日に東京、ムーブ町屋ホールデイに詰め昇進披露を行う。2014年末、師匠立川段校ともに、落語立川流を大会し、 2015年4月、落語芸術協会に入会。2016年4月中席より、立川恋石郎、達川五院と共に、落語芸術協会に詰めに昇進。2019年5月上席より立川五位と、三遊亭相馬と共に、新内に昇進。スケジュールとか日記とか2015年1月1日、立川義幸。2015年12月14日閲覧。 三つ目昇進後池改めめ立つかわ恋しろ、た川か五院、立川義行落語芸術協会2016年4月11日、歌丸さん、法要、三遊亭古遊座、協会底力上げるから、芸能、日刊スポーツ2018年9月1日、立川流から、落語芸術協会へ、二度の師匠選びと二度の前座生活を経験した。 立川義行産経新聞2016年12月25日、立川団、幸い大いに語る、七小坂健二さんは生きてれば、政府の養殖についていたでしょうに残念です。 日刊現代デジタル、https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkan-gen-dai.com スラッシュアーティクルズスラッシュビュースラッシュ geino スラッシュ295622、立川恋朝ブログ恋朝の、水族家、2015年2月19日、新助日々ゼボンビ2015年2月23日。ありがとうございます。